内心興奮はしてると思います,すいや、やっぱりちょっと震えたよね。はい、その、自分はさ、まだ若手やし、若いつもりでいるけど、小学校の時にオンエアバトル見てましたって言われたら、小 <laughs>、もう一回言ってくれる <laughs> 俺、一回聞くもんね。一回聞くもん。中学でしょっていう <laughs> <laughs> あ。中学でしょ <laughs> い,いてないか。小学校じゃないでしょって言ったら、いや、小学校ですって,って。<laughs> びっくりしたの低学年の子もいて。 それこそティモンディの高石君とかが、なんか、小学校の時に見てましたとかって、いや、小学校の時に親バトル見ないでしょって言ったら、お兄ちゃんがいてどうのって言われて、うーん、そうやなって。<laughs> <laughs> いや、そうですよ。僕とかも小学生の時でしたし。いや、だから、それこそ、まあ、あの、学校が出た M1 とかね、はい、その辺とか見たらさ、もう、 我々が M1 受けてて、純血とか言ってた頃とかと、全然レベルがやっぱ違うもんね。そういうのを子供の時に見て、さらに踏まえてネタを作ってる人たちやから、もうネタのレベルが全然違うもんね。全く違う。確かになんか、競なんかよりなんか競技っぽくなったりとか。うん、と思う。もう、もう1秒を計算するような時代になってきてるから。<laughs> う,んうん。んうう俺はもう見て笑うしかないよね。うん、はい、なんか。 多分 m 1のなんか最後の方とか一、うん、回終わった時の10年とかの方がすごい計算された m 1用のネタみたいなあって最近もうそれも通り越して次ぐらいに行ってるそありますもんね。う,やなうん本当そう。三週ももう3週4週目ぐらい入ってるんじゃないかみたいな。ライブとか寄せとか、はい、そういうところはそこまで大きくは変わってへんけど。 M1 とかキングオブコントとかに関して言ったらどんどん進化していってる感じがするから今の若手のこと大変やなと思うどうしたらいいかはよく分かんないですよだからその M1 を目指してとか M1、はい、で例えば何回戦行けへんかったからとか出れなくなったからとかでやめる人たちがいるんやなとか思うなそうなんでしょうね、うん、こんなこと言ってもしょうがないけどその例えばガク君が、はい、じゃああの M1 ラストイヤーですってなって翌年とか優勝できなかったりしたら翌年とかから続けるモチベーションは保てるのどういやー考えたくない今今のモチベーションは何なのそのやっぱり M1? いやまあもちろん M1、うん、もちろんね<は>ある以上はねはいあと何年ぐらい出るのあと5年ぐらい出れるでああ結構いけるねうん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 まあもちろんそうですね M1、うん 勝ちたいいっていうのもありちょっとずつそのテレビのチャンスも今頂い,いているところうん、うん、テレビいっぱい出たいっていうのがいいですね、うんうん、ああそうなんやもちろんネタもやり続けたいですけどいやそのねやっぱりテレビに出たいって我々の世代はやっぱ思うねん今でも思うし、はい、テレビに出たいなって思うねんけど やっぱりこうそのテレビの陣痛力というか、はい、今テレビがナンバーワンっていう人は減ってきてんのかなって思ってて勝手にああまあ確かに減ってきてはいるかもしれないそうやんな、うん、YouTube とかでもできちゃったりとかねそうやんな YouTube で発信しようと思ったら発信できるし、はい、そこの有名人にもなれるし、はい、でもやっぱりテレビに出たいっていう気持ちがやっぱガックンは大きいんはあ,ありますねあそう、はい、それやっぱ子供の時にやっぱり見てたからかな そうですねあとは、うん、なんか僕はやりたいことが本当これがやりたいっていうのはないんで <laughs> 逆にそのないのはいそれを探しているというか、うん、全部やってみたいんですよこのようにあるものちょっと待ってくれ、はい、一瞬待ってかっこいいな <laughs> そうだからテレビとか出れば<う>いろんなとこ連れてってもらったりできない体験いっぱいできるそうやんな はいまだにそれテレビにはあるからな。そうなんですよ。YouTube って自分発信でな。そうですどっか行ったりとかするけど、テレビってさ、はい、え、なんでこんなことやるんですかみたいなさ、はい、あるもんね。そうです。うん、なんで、そういうので、ほんと、なんか全部をやりたいっていうテレビとかいっぱい出てっていうのが有名かもしれないですけどいや、面白いなあそうなんや。はい。 でも学校ぐらいの世代までかもねテレビに憧れを持ってる人っていうのはああそうなんですか、ね、ひょっとしたらその下ぐらいからはまあまあ極端な話になるけどうちの子供とかは、うん、特にテレビとか見ないもん、ね、YouTube とか Netflix とか Amazon プライムとかへえ<ー>だから、ね、何曜日の何時にこの番組があるっていうのが多分まだピンときてないの YouTube とかってさ 有名な例えばいろいろテレビ番組とかの中にヒカキンがいたりとかヒカキンの横におすすめで俺の顔が映ってたりとか <laughs> としたりするわけやから <laughs>、はい、ほんならその辺の境目があやふやになってくるのが今後もっとね広がってくるかもしれんからさかひょっとしたらそうやね俺はもちろんテレビっ子やからテレビに大好きやけど。 ガク、はい、より下になってくるとひょっとしたらそういうところがなくなってくるかもねそうですね僕は本当、うん、YouTube とか流行りだしたのは大学生とか以降なんでだから僕らより下は本当もしかしたらテレビより大学の時 YouTube もあったっちゃあったちょっとずつ流行りだして、うん、多分大学卒業して芸人になったぐらいで YouTuber、うん、ヒカキンさんとかが。 有名になっったたぐらいの感じだった気がしますひょっとしたらあるんじゃないその例えば大学とかで芸人にはなってないけど YouTube で有名になってる人とかめっちゃいますあめっちゃ <laughs> <laughs> 僕の同じサークルの後輩で水タマりボンドっていうやつがいて、うんうん、おお <laughs> 俺でも知ってる有名な人 <laughs> はい僕がでも卒業した年に僕のいたサークルに入ってきて でもその当時は学生芸人やってて僕もちょいちょいなんか飲み会とか一緒になったりしてたんですけど気づいたら大学生のうちに YouTube 始めて一気に人気になってもう YouTuber やってみたいなめちゃくちゃ有名な人やんはいとか<あ><は>そう同級生でも「オルタナチャンネル」っていう YouTuber がいてそれをいつらもまあまあ登録者数うん、うん、してしてる、うん、YouTuber としてやっててそれは薩摩川 RPG がいるサークルの学生芸人 結構いますね、ユーチューバーになってるみたいな人は、周りに。青学やろ、学で。青学って、お笑いサークルとかって何個かあったのいや、1> 1<個>お笑いサークルと、まあ、オチ研って感じ、うん、ああ、なるほどね。でも、やっぱり、今後増えてくるかもね、その、大学の中で何個があるみたいな。はいはいはい。ああ、うん、増えてくるかもしれないです。ひょっとしたら、あれやん、オチ研と漫才サークルとコントサークルとかが あるかも、ね、確かにまあ大学に早稲田とかは、うん、いっぱいありますサークルがそうなんやはい落知見あって寄生園芸研究会っていう部活みたいなしっかりしたのがあって、うん、花子さんとかニャンコスターアンゴラ村長を輩出したルードっていうサークルがあって排出したっていうんやな <laughs> かっこええふわちゃんがとこっとだけいたポップスリーっていうサークルだったちゃんがなうん <laughs> 早稲田はもうめちゃくちゃ乱立してます、ね、いやおもろいななんかそういう青春もあるんやな今なそうですねだから芸人になりたいけどちょっと自信ないみたいな人が大学入ってお笑いサークルをまずやってみて試すとか、うん、そういうのもありますあ、ねうん、ほんま、はい、なあそれでちょっと太刀打ちできへんかったら 俺はここでやめようみたたいいななな感じになったりするのかなはい、でもその経験がその就活に生きてテレビ局入ったりとか <laughs> こういうのもある。ええな。だからそのお笑いサークル出身でテレビ局入ってるみたいなやつもいっぱいいるんで<あ>その辺もやりやすいですねい今後なというかもうあったかもしれないけどガク君が例えば、はい、テレビ局行った時に実はどこどこの大学のサークルにいましたとか。はい で優遇,優遇じゃないけどああでもなんかこう熱いつながりになったりするかもしれんもんねそうです結構なんか企画会議でまあそのちゃんと僕らネタを見てもらってですけど名前出しといたよとか言ってくれたりとかあったりするんでいやなんかええー、な <laughs> <laughs> そういうなんか横のつながりみたいな芸人以外にもできるんでいいでほんま、はい、うわなんか新たな青春が生まれてるなうん そうなんや。はい。なんかそういう道もあるとは思います。これからなんか芸人になるかどうか考えてる人とかは。そうね。まあ、もともとやっぱりあれやろうな。まあ、エンタの神様とかそういう、笑いの金メダルとかブームがあったからこそそこがね、こう、熱い感じになったのもあるんかもしれんけどね。しかしたらそうかもしれないですね。ちょうどその世代で。うん、ちょうどそういう、こう、小学校、中学校の時にお笑いを見てた人たちが、自分たちもやりたいみたいになったかもしれんもんね。そうなんだあ、でもまあ、俺もそうやもんな。 天然素材っていう、はい、そのアメガール決タ隊さんとかナインティナインさんとかがいた藤原さんとかがいたユニットが大学の時に見てて、えー、でも年齢的には変われへんから、はい、めっちゃええやんと思ったのがあったから入ったのもあったからそれの延長なんやろうなそのなんか循環ですね、うん、そうそうやなで飛び石連休さんとかを見てた世代が今僕らぐらいになって <laughs> いらっしゃい <laughs> もう経歴10年目です <laughs> 僕らも、はい、え <laughs> も10年？昔の M1 だったらでももうラストイヤーぐらいのクソ若いな <laughs> そうかでも俺も27年からそんな変われへんよね、うん、27なんですね <laughs> <laughs> 年齢の数字ですもん <laughs> <laughs> 今何歳やったっけ僕ら僕は31です 若いあすごい読む読む子さんお笑い目指したい子供たちに聞かせたい有益なお話が聞けましたありがとうございます <laughs> よかったなんと高額なスパチャがありがとうございます青イルカさんもスパチャくれて「Q 様に出て難問にうろたえるガクさんを見てみたい」っていう <laughs> なんかそういうさやっぱり合う学とかあったらクイズ番組とかのオファーけえへんのいやでもこの,この間クイズ番組1個出させて収録行かしてもらいましたねでも。 全然できないっすねもう今さ、はい、まあお笑い M1 とかがそういう競技みたいになってるように、クイズ番組もちょっとしたなんかスポーツみたいになってるもんね。そうですね。それ,うん、それ用の勉強が必要みたいな感じは多分ある例えば、同じ一つの知識にしても、はい、ちゃんと問題の出し方一つで答えが変わってくるみたいなさ、そこをさ、ちょっと。 自分の中で知っとかなっていうスポーツになってんもんなマジのそうですねクイズ研究部みたいな、うん、あるもんね高校生クイズとかはほんと多分そんな感じですよね、うん、やっぱり青学と慶応とかだったらやっぱそういうところのオファーあるやろうなとは思うでもそういうのクイズの勉強とか,なんか雑学とかそういうのは全くしたことないんで、うん、めっちゃ苦手ではあります、ね、妖怪以外に何が好きなんかぐちゃん僕は、うんま、漫画 その普通の漫画もそうですしエロ漫画が好きエロ漫画のお仕事みたいなちょっとエロ漫画ってどういう例えば、はい、配信切ってからこの話したいな <laughs> <laughs> まあヌーベーとかもそうなんです、ね、ヌーベーもな、はい、ヌーベーなんか今のこのご時世絶対載せられへんもんねちょっとこういう話はまた今度に <laughs> <laughs> はいまたお願いします ありがとうねいやいやいやこちらこそいやめっちゃ面白かったな本当ですか「M‐1」したい、うん、俺,俺は、はい、これはもう人によって話が違うけど、うん、ここ最近の「M‐1」って一回決勝戦を経験したい人じゃないと、うん、優勝しにくいんじゃないかなって勝手に思ってるの。 あそうなんですかまあ錦鯉もそうやったやんか、はい、その前のマジカルラブリーとかもそうやったし一、ね、回決勝の空気を体感した人が、うん、それを踏まえた上で一年間何かしら自分の中でブラッシュアップするものがあってその次の決勝に備えて戦うっていうことができないと、はい、ひょっとしたら決勝を優勝できないんじゃないかなっていうような大会になったんじゃないかなと勝手に思ってて。なるほどで ジェシカが今回決勝戦を体感してはいでまたそれを踏まえた上で次の戦い方を考えるっていうのが俺絶対あると思うねんな真空ジェシカとかあとモグライダーとかもそうやけどあそう確かに今年もう一発なんかそうですね、うん、勝負の年な感じはしてますねうん、うん、でもまあまあまだ若いっちゃ若いけどねま,あまだチャンスは何回かあるんで、うん うん、今回、錦鯉が決勝に出てきたことがびっくりしたから。いや、そうですよね、めちゃくちゃもうテレビ出まくって、ネタも多分そんなに舞台立ってああいうね、錦鯉みたいなタイプって、要はそのお祭り用意みたいな感じの、はい、い今までの感じでいうと、2年連続決勝に行くようなスタイルとして見られてなかったもんね。そそうですね、うん、それが 今回もちゃんと決勝に出てきたっていうのは、それはやっぱり準決勝でな、結果残してとかやから。受けてましたから、はい。ああそう、運転聞くし、これは来年あるで。頑張ります。<laughs> <laughs> もちろん、もちろん期待してるよ。頑張るといけない。<laughs> あれ、この声聞いたことある この声出すたびに反応しないでください。嘆きの、いや、俺好きやね、俺。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうね。うん、ありがとうございます。というわけで、今回のゲストは、真空ジェシカのガックンでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやー、めっちゃ面白かったね。やっぱり、お笑いを始めた時代がこんなに、やっぱ20年も違うからね。20年言い過ぎか。15年ぐらい違うからさ。 で始めた動機だとか、モチベーションだとか、違うっていうのも楽しかったし、そんな2人がこうやってね、話させてもらえるっていうのも楽しかったし、よかったらチャンネル登録、まだの方はよろしくお願いします。あと、すみません、あの雑ボケ大喜利っていうチャンネルをやっててね、その全然、もう全,全然あの、登録者数が増えないんですよ。もしよかったら、あの登録だけでも、通知オフにしてもらって全然結構なんで。 登録だけでもしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。では今日はそろそろ終わります。皆さんどうもありがとうございました。